ビルボード大阪のホームページをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。トックです。久々の、ビルボードライブ大阪、出演情報ですけども、5月の9日、木曜日ですね。この日はですね、僕の、通算13枚目のアルバム、2月20日にリリースになったオリジナルソングブックという僕が今まで書いてきたオリジナル楽曲をコンパイルした、そして未発表音源をコンパイルしたアルバムができたんですよ。で、まあそのですね、リリースツアーとしてこのメインの大阪でのツアーでございます。ツアーのライブです。なんといってもですね、この日は僕の当時のレギュラーグループ、まあ当時書いていた楽曲を一番多く演奏してきた、僕のいわゆる特バンドというバンドメンバー、秋田真嗣君がピアノ、荻原亮ギター、佐藤八千康彦ベース、藤井信明ドラムス、このメンバーがですね、多分大阪に、一堂に会するのが十何年ぶりでしょうかね。まあとにかく久しぶりのことで、僕もそれを非常に楽しみにしております。まあいろいろと僕のさまざまなスタイルの、オリジナル楽曲を皆さんにライブで聴いていただき、そしてですね、アルバムに収録されていないものも今回せっかくなんでね、ライブで やろうと思っております。はい、5月9日木曜日、ビルボードライブ大阪、18時半と21時半 の2つのどちらかのお時間を お選びいただきます。はい、ぜひぜひ5月9日木曜日、ビルボード大阪でお待ちしております。徳でした。